見学の精神は早稲田大学教師としてまとめられています。そこには学問の独立、すなわち自由で独創的な研究を通じて世界の学問に刺激する、第2に学問の活用、すなわち学位を学位として極めつつその応用の道を講ずることによって社会の発展に貢献すること、第3に模範国民の常習、すなわち個性を尊重し身体を発達せしめて学問の成果を私利私欲のためにではなく社会全体の利益のために用い広く世界で活動する、そうした人格を養成すべきことを謳っています。創立者大隈重信はこの最後に述べました、利他的な人格、理性的精神にあふれた人格の寛容こそが本学の教育の根本をなすべきであるとたびたび強調しています。本学では2004年度より同系統の学部と大学院研究科を統合し学術院と呼んでおります。はじめに教育総合科学学術院長兼教育学部長松本直樹教授、ご専門は日本文学です。続いて人間科学学術院長兼人間科学部長谷川明夫教授、ご専門は考古学です。最後に国際学術院長兼国際教養学部長ビニングトン・エイドリアン教授、ご専門は日本文学、比較文学です。以上をもちまして学術委員長並びに学部長のご紹介を終わります。引き続きまして新任教員のご紹介をさせていただきます。今年度新たに本学教員に就任される先生方は36名です。このうちこの第2回入学式虚構学部に所属される先生方がご登壇をされていらっしゃいます。新任の先生方どうぞご起立ください。それではここで校歌斉唱を行います。全員ご起立の上、脱帽して1番から3番まで斉唱してください。新入生諸君は応援部に習い右手を高く上げ元気に歌ってください。ご来場の皆様方もどうぞご唱和ください。歌詞は前方のスクリーンまたは出題をご参照ください。
着席ください。これをもちまして、2015年度早稲田大学教育学部人間科学部国際教養学部入学式並びに名誉博士学位贈呈式を終了いたします。新入生諸君、ご入学誠におめでとうございます。